お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 読売ジャイアンツベースボールカード2024の開封動画前編をやりたいと思います。で、今までね、千葉ロッテマリーンズ編や横浜 GNA ベイターズ編みたくね、1パック7枚入りで1ボックス18パック入りでございますので、前編後編9パックずつやっていきたいと思いますが、このジャイアンツ編はですね、契約の問題上ね、直筆サインカードはありません。その代わりね、限定カードが、多数ございます。それではね、前編の9パック開けていきたいと思います。それでは前編の9パック開けていきたいと思います。まずは1パック目でございます。ヨアンデル・メンデス投手でございます。で、こちらですね、中川浩太投手のね、カードでございます。山瀬慎之介捕手のキラーでございます。小林誠二捕手でございます。佐々木俊介外野手でございます。菊田博和内野手でございます。梶谷孝之外野手でございます。2パック目でございます。京本誠投手でございます。椅子口優太内野手でございます。で、こちらですね、坂本勇人内野手のカードでございます。浅野翔吾外野手のキラーでございます。近藤大輔投手でございます。途中からね、オリックスからトレードでやってきました。松原聖也外野手でございます。泉圭介投手でございます。泉投手はソフトバンクからトレードで加入してきました。3袋目でございます。松井颯投手でございます。で、中田歩内野手のカードでございます。重信慎之介外野手のキラでございます。松田大輝内野手でございます。小林誠二捕手のカードでございます。赤星雄二投手でございます。菅野智之投手でございます。4袋目でございます。岡本和真内野手でございます。伊豆口優太内野手のカードでございます。井上春人投手でございます。菊田博和内野手でございます。
でジャイアンツのねこちらチェックリストでございます。大勢投手でございます。石田隼人投手でございます。5袋目でございます。中田歩夢内野手でございます。で西舘雄飛投手のカードでございますが、こちらがねちょっとパターンが違いまして、150枚限定のカードとなっております。高橋礼投手のキラでございます。高橋投手もソフトバンクから交換トレードで加入してきました。小林誠司捕手のカードでございます。大勢投手でございます。鈴木康平投手でございます。こちらもオリックスから交換トレードで加入してきました。石田隼人、投手でございます。6袋目でございます。長野久義外野手でございます。またぎ縮まった又木哲平投手のカードでございます。ちなみにこちらはね CL ナンバーは入っておりません。中田歩夢内野手のこちらでございます。郡拓也捕手でございます。日本ハムから交換トレードで加入してきました。松原聖也、外野手のカードでございます。菅野智之投手でございます。松田大輝内野手でございます。7袋目でございます。オコエルイ外野手でございます。堀田投手と西舘投手の、カードでございます。戸郷翔征投手のキラでございます。小林誠司捕手でございます。鈴木康平投手でございます。菅野智之投手でございます。浅野翔吾外野手でございます。8袋目でございます。秋広内野手と横川投手のこれでカードでございます。で坂本隼人内野手のこちら、白サイン付きでございます。こちら26枚限定のシリーズでございます。続けていきたいと思います。大勢投手のキラでございます。浅野翔吾外野手のカードでございます。山田雄星投手でございます。大江雄星投手でございます。畑清秀投手でございます。前編ラストの、9パック目でございます。秋広優斗内野手でございます。高橋優輝投手でございます。伊豆口優太内野手の
明でございます。直江大輔投手でございます。平内優太投手でございます。萩尾雅也外野手でございます。で最後は又木哲平投手でございます。以上で BBM 読売ジャイアンツベースボールカード2024の開封動画前編を終わりたいと思います。で後日ね後編の9パックやっていきたいと思いますので、よかったら見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。